福岡の育児情報誌が創刊30周年を迎えたことを記念して、福岡市植物園で親子向けイベントが開かれています。福岡市植物園で開催されているのは、子育て応援フェスティバル&オーガニックマルシェ in 植物園です。福岡の親子向け情報誌子連れでちゃちゃちゃの創刊30周年を記念して企画されました。トークショーをはじめ、自分のことは後回しにしがちな子育てママたちのための乳がん検診や、子どもたち向けに粘土遊びなどが用意されました。また食や環境について考える福岡オーガニックマルシェも開催されています。4年前から福岡市内で定期的に開かれていて、今回は県内外から有機栽培の野菜販売など30店舗が出店しています。イベントは今日午後4時までとなっています。